友人ハッツは、ウクライナ出身、ロマのミュージシャン、DJ、俳優。日本では、ハッツと表記されるが、本人は、ヒュッツと発音している。なお英語圏でも HTZ と表記される。1972年ウクライナキエフ近郊のボヤルカにて生まれる。父親は、ロシア人でウクライナ初のロックギタリスト。母親は、ロマのタップダンサー、歌手という音楽一家だった。 1986年友人が14歳の時、チェルノブイリ原子力発電所事故によって一家は故郷を離れることを余儀なくされた。以降の7年にわたって、東欧各地の難民キャンプを転々とする。ポーランド、ハンガリー、オーストリア、イタリアでの生活を経て、1993年家族でアメリカのバーモント州に移住した。バーモントでは、フライングファックというバンドを結成。 後のゴーゴル・ボールデロにつながる実験的バンドでジップシー音楽をベースに各国の民族音楽を取り混ぜたパンクロックであった。1997年ニューヨークへ移住。この頃母親のドイツ旧姓である HTZ を名乗るようになる。1999年多文化、多国籍、多民族、多言語のアーティストからなるジップシーパンクバンドゴーゴル・ボールデロを結成。 以来、ボーカルギタリストとして、カリスマ的人気を誇る。2008年には来日して、フジロックフェスティバルに参加した。マンハッタンのブルガリアンバー、メハナタを拠点として、DJ としても活動している。同点は、東欧文化のメッカとまで言われるになる。2006年の映画、僕の大事なコレクションの準主役で俳優として、デビュー、映画音楽も担当した。 同年、彼自身のルーツをたどる東欧横断の旅が、ドキュメンタリー、ザパイド・バイパー・オブ・フッツオビナとして制作されている。2007年に、マドンナとライブ・アースで共演したことがきっかけで、2008年、彼女の初監督の映画、ワンダー・ラストで主演した。2008年からは、友人の勧めを受けて、ブラジルに在住している。ありがとうございます。